皆さん、今日は左足の引き付けのコツですよ。百秋武道具店の動画。こんにちは、百秋武道具店の宇賀です。やってますか。今日は左足の引き付けの話になります。左足の引き付け苦手な人多いですよね。先生からいつも注意されてると思います。まずはこの動画ちょっと見てください。今ね、どういう動きをしたかというと、最初左足1本で立ってます。そこから右足を踏み込んで、踏み込んだ瞬間に左足と右足を入れ替えてます。でまた右足上げて左足1本ね、そこからまた踏み込んで左足と右足を入れ替えてます、これを入れ替えてます。この動きをこの間中学生6人でやったんです。そしたら、6人のうちの3人は小学校の時から剣道やってて、左足の引き付けが早い子、もうできてる子っていうのは何ら問題なくこの動きできてます。足の入れ替えできてます。なんだけど、6人のうちの1人は小学校の時から剣道やってるんだけど、足の引き付けが遅い子っていうのは、このね、足を入れ替えるこの瞬間ができないんですね。右足は上げられないです。左足の引き付けが入れ替えれないから右足が上げられないってことでした。そして後の2人っていうのは全くの初心者なんだけど、やっぱりこの引き付けで、この右足と左足を入れ替えるっていうのがね、やっぱできなかったですね。だから左足の引き付けができてる人には何ら問題ない動きなんです。だから今日はこの動きを使いながら左足の引き付けのコツお話していきます。みんな多分ね、こう考えてると思うんですよ。私は踏み込み足はできてるけど引き付けが遅いんだとね。こっちはできてるけど引き付けが遅い、この引き付けが遅いのをなんとかしたいって考えてると思うんですけど、これはちょっと間違いってかもしれないですね。問題はこの引き付ける足じゃなくて、その前の左足で床を押す、踏み切る、この踏み切りの動作にあるんです。ちょっとね、分かりにくいと思うんで話を聞いてくださいね。昔の先生の教えです。この左足の引き付けのこの動作っていうのはこういうふうに教えられたそうです。今ね、皆さんはハイキングに来てます。山の中、もう真っ青な晴天です。山が高い、もう空気が澄んでます。そんな中、コンビニの袋かなんか持って山の中入ってきました。そうすると山の中で幅30センチぐらいの小川が流れてたとしましょう。これ小川です。この小川を飛び越える動作に似てるんだよっていう教え方をされたそうです。これどういうことかというと、今皆さんは右足を出して小川を渡って左足を後から引きつけようとしてるんです。でこの引きつけが遅いって言ってるんです。だけど皆さん、小川をジャンプするときにそういう飛び方してますか。多分こうやってると思うんです、まあ、こうコンビもうギリギリまで来て行くぞ、よいしょって飛ぶと思うんですよ。今左足引きつけてなかった？引きつけてましたよね。よいしょ。これが左足の引き付けの動作なんです。小川をまたぐように、この左足の引き付けが剣道でも使われる引き付け、左足に力をためて引き付ける、ね、この動作なんです。じゃあ早速で左足の踏み切る時のコツお話したいんだけど、剣道指導要領の57ページにこういうふうに書かれてます。踏み切り足動作の指導上の留意点と、1、
上体をまっすぐにしたまま下腹部に力を入れ、踏み切ると同時に腰かっこ体の重心部を水平に移動させ、正しい姿勢を保つようにさせると。この中でちょっと気にしてほしいところは最初の一言なんです。上体をまっすぐにしたままってとこ。上体をまっすぐしたままっていうことは、つまり体重バランスがおかしいとこの足はできませんよって言ってるんです。体重バランスっていうのは、こう剣道の足作った時にね、正しい剣道の足作った時に右足と左足にどういう体重のかけ方してますか。ちょうど真ん中、両足に体重かかってるとこれ50対50ですよね。50対50、右足に全部かかってると100対0ですよね。後ろ足に全部体重かかってると0対100ですよね。これが50対50、まあ中に先生によっては40対60っていう先生もいますけど、もう両足にとにかく、体重が乗って、体重バランスが良くないとこの足はできませんっていう風に書かれています。体重バランスの取り方をお話しますね。特にこれね、小中高校生で前後の動きばっかやってる人っていうのはね、体重バランスがねこうおかしくなっちゃうこと多いんですよ。ちょっと聞いてくださいね。体重バランスの取り方っていうのは、正しく剣道の足の形作って、この膝の後ろ軽く伸ばして、かかとも指2本まで下げます。この一番いい姿勢のまま、この剣道の足のまま縄跳びのジャンプしてください。縄跳びのジャンプ、まっすぐ上に跳ぶで、そして着地した時の足です。この時の体重バランスが両足に体重が乗ってるってことなんです。縄跳びジャンプをこういう風にして跳ぶ人いないでしょ。前足だけで飛ぶ人いないでしょ。後ろ足だけで飛ぶ人いないでしょ。必ず両足均等に体重をかけて飛んでるはずなんです。この着地した時の足、体重バランス50対50の足なんです。そしてこの縄跳びジャンプした体重バランス50対50やった時、着地した時よく見てください。左足のかかといい具合に下がってます。左足の膝の後ろ、ひかがみって呼ばれるとこ、いい具合に伸びてます。そして足のこの甲にあるバネ、これがうまい具合に使えてるんです。この足の使い方じゃないと踏み切り動作できないんです。じゃあ大事なことを繰り返しますね。左足の引き付けを早くするためには、まずはその前の体重バランスを意識します。両足に体重が乗ってる状態じゃないと左足を早く引き付けることはできないです。はい、次は左足のどの部分で床を押すのか、床を踏み切るのかっていう話をします。これには左足片足でケンケンしてみてください。10回ぐらい。そうすると左足の指の付け根がジーンとしてきませんか。ジーンとしてくるよね。ジーンとしてきた、このジーンとしたところで床を押すんです。前に行くんだったら左足のジーンとしたところで床を押します。後ろに下がるんだったら右足ケンケンして、右足がジーンとしたところ、指の付け根がジーンとしてきます。そこで床を押します。押します。行きたい方向の反対側の足で床を押すんです。だから、右に行きたければ左足で押します。左に行きたければ今度右足で押します。どの部分で押すかというと、この片足ケンケンした部分、ジーンとしてきます。痛くなってきます。ここで床を押します。結論としては、行きたい方向の反対側の足に力を貯めておいて、力を貯めると自然に右足が出てきます。そこで一気に左足を踏み切って爆発させて左足を引きつけるわけです。ぐわーっと力を貯めておいて、これ周りの人には見えません。自分しか分かりません。力を貯めて、バン、左足を踏み切る。だから左足の引きつけが速くなる、こういう仕組みなんです。では最後、最初にやった足を入れ替える足さばきの練習ですね、やりたいと思います。最初に何でしたっけ。体重バランスでしたね。足の形しっかり作って体重バランスを見直して、両足縄跳びします。そして着地した時の体重バランス、この状態でやりますよ。そして踏み切る足の部分っていうのは、左足で片足ケンケンでしたね。このジーンとしたところ覚えておいて、このジーンとしたところで力を貯めて一気に踏み込みます。そして踏み込んだ時に足を入れ替える。そしたら左足にまた体重を乗せます。乗せるね、瞬時に入れ替えてください。ポイントは1回1回丁寧に、最初は丁寧に1回ずつ入れ替えて止まること。踏み込んだら入れ替えて止まる、そして止まる、これができるようになったら連続でやってみます。連続で
踏み込みます。慣れたら連続、そして左足の親指の付け根に体重がしっかり乗ってることを確認しながらやってみてください。必ず左足の引き付け早くなると思います。今日は左足の引き付けのやり方、練習方法でした。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日を。